どうもこんにちは、とっかくんです。本日はこちら、飯能料理100年以上前のレシピ、ねぎま鍋を作ってみよう。はい、ということで、ねぎまと聞いて何を思い浮かべますか？そうです、あれだよね。ヒント、鳥貴族、焼き鳥屋、焼き鳥。そう、答えはマグロとネギ。マグロとネギで超シンプルな汁鍋みたいなのがね、たまに居酒屋であるんですよね。あれがね、100年以上前のレシピでございますんで、今日はその軍隊調理法のねぎま鍋、ねぎま汁再現してみましょう。さあ、それでは使う食材はこれだ。山で採れました、たまたまね、マグロね。マグロ、地元のねマグロ取ってきたよ。本マグロ、赤身いいの買っちゃった。これしかなかった。マグロとネギ、羽ネギって書いてあるから、青いのが 200g ぐらいね。でもまあ今日はもうこっちも使いましょう。なんと醤油と塩ちょっと、終わり。シンプルよ。現代はもうちょっとね、なんか塩胡椒入ってたりするよね、現代は。もう昔はね、塩と醤油だけだから、マグロのうまみでいくからね。ただ今日はね、前回紹介したダコタ式風に石で組んだね、あれ使って飯能でいきましょう。調理開始。よっしゃ。そしたらここでまず 350cc の水を沸かす。水沸かすんだけどもね、これね、見て、この前のダコタ式風ね、素晴らしいよ。こっから吸気しての、こっから燃え上がる。燃焼効率よくて、ほら煙もほぼ出ない。これだとはね。でちょっとね、ここ置いてもいいんだよ、網置いても狭めでも。今日はねちょっとこうかっこつけてね、こうアメリカ軍とかもね、こう訓練でやる霊式みたいなね、ここにこうポットフックでこうやってね、でこっちからもこうできるよみたいな。網を入れここに沸かしつつ、さらにこの上からポットフックでね、こう同時調理できるよみたいな、あるからね。今日はちょっとこう、じゃあこう吊るそうかね、かっこつけてね、こうね、こうちょっとね、こうちょっとこうで、こう切り込みをね、こう例えばまあちょっと急ぎますけど、バッテンにやったら上の4分の3削るみたいな感じですね。そうするとちょっとこう尖って引っかかってくれっからね。すいません、今日はちょっと今急ぎでやるわ。綺麗にやりたい人はもう伝統工芸みたいにやっていい。まあまあまあ、おおむねいいだろう。こんな感じでね、バッテンやったら4分の3削る、4分の1下残す。こうするとさ、ね、あ、火がちょっと弱くなってきた。削ってるうちに。はい。こんな感じでほら、引っかかるから。ね。引っかかったね。ほら。で、ここで引っかかったらもう、こうよ。はい。こんな感じで。ね。こんな感じでね、木で押さえる。そんで、で、例えばこれ、石でね、こう、いい角度作るの辛い時はこういう Y 字の枝、よくあっから、折ったりして。こう、Y 字の枝をこっちにこう、こうね。こう立てることで、よいしょ。こう、こっち側にこうね立てることで角度調整も可能でございます。こうね、こうよいしょと、こうかますのよ、いいと思う。ほら、これいいよ。ただもちろんこれ下も固定してね、石で。こういうのがね、とっても良い。こういう Y 字によいしょっていう感じ。金八先生の人という字はみたいなね、支え合う感じですよ。まあこれ遊びで試すとね、まあなんとなくわかるでしょ。よし。で、Y できた。いい感じ。いいよ。よしよしよし。Y できた。前のカレーのちょっと色まで残ってる。すげえ火力だ。いいよ、ダコタ式風の。はい、それじゃあ、マグロね、もうこれ、山の真ん中だからさ、もう残してもあれだべ、グラム数とかじゃねえな。よし、ちょうどいいとこにまな板あったな。よいしょと。ねえ、加熱前、いい子は真似しないようにね。まあどうしようもねえ時は真似してけど。1.5cm 角にだな、こうだな。よし、でこう切っていきます。ねえ、ほいと。ねえ。で、これ切れたら。はい。で、ここの脇たるところに、もうなんかすでになんか出汁っぽいの入ってるけど。ほれ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 。あ、張り付いた。マグロ、マグロ。美味しそうでしょ。美味しそうだね。1センチ角のネギ。ね、衛生面にだけね、うちはもうほんと気をつけっから。ね、ここの汚れとかも。とめちゃくちゃ気をつけて。で、輪切りです。ね、ネギま鍋は。うん。だんだん青いとこだね。青いとこを入れるっつうとこで。やっぱこう、あれなのかな。ネギは全部食えっからね、実は。昔の人はここの、もったいねえとこ使ってたのかな。マグロがちょっと、煮えたところに入れます。で、あとちょっと煮ます。よし！素晴らしい火です。とんでもねえ火力です。いいね。なんならやりすぎだね。うん、焦げるからね。こう、焦げて、あ、焼け落ちるから。よし！じゃあ、ここで。そうしたらば、はい、こちらに味付けしていきます。醤油と塩少々。だんちゃく今。すごい。おりゃー、どんなもんだ？どんなもんだべ？こんなもんか？で、塩。おいっと。よっしゃ。よし。よいしょ。そろそろいいでしょう。すげえ火力でしょ。ねえ、うちのもう中華鍋みたいな。はい、出来上がりました。ほれ、見てくれ。いにしえからのネギま鍋。ネギとマグロ。取り分けてみましょう。うまそうよ。すごくうまそう。すごい火力で作ったからね。これは、ほら、ねえ、マグロとネギとね、ああ、いい感じですよ。本マグロね。地元の新鮮な本マグロ持ってきたからね。うん。わかるよ。画面の奥の皆さん。刺身用本マグロだべ。わさびついただべ。そのまま食えよ。わかりますよ。その声。そう。大丈夫。俺もそう思ってる。俺もそう思ってる。全然。ただこのやっぱね、焚き火でさ、当時のね、この、当時のレシピを食うっつうのがね、醍醐味だから。汁ね。おーす。はい。いいじゃん。素晴らしい。よし。じゃあ、最後にいただきます。どうなのか、味は。このマグロと青いとこのネギ、これでね、ネギま鍋でね、いただきます。いいです。ああ！漁師飯。あ、だしないと思ったが、マグロのだししっかり出てる。お水、お水よ。旨味あって、ネギの香りあって、あっさりの塩とほのかな醤油で、マグロとネギのお水。いや、マジで、これは、マグロだけで、ね、本だし入れないのと。あ、思うでしょ。うめえ。あ、うめえ。お水。めちゃくちゃ高級店のむしろお水。もう、あれお湯なんじゃねえかって思うとき、ねえ、なんか、高級店っていうかなんか、あるよね。なんか旅館のお水みたいな。薄いみたいなね。いや、それだわ。うん。うん。ネギのね、シャキッとした感じと、カブの中からブリュンってくるこの、うん。とろっとした甘みと。マグロの茹でてなおね、この柔らかくほのかな酸味とマグロのうまみ、赤身なんだが脂の甘さもわずかにあり、めちゃくちゃうまい。汁もしっかり。うん。やっぱネギと魚だけで出汁決まるね。うん。なんか料理屋によってはここに現代はごま油入れたり生姜ちょっと入れたりねするみたい。うん。うめえ。マジでお茶漬けいける。これ米にぶっかけてお茶漬けいける。マジでこれだけで超あっさりして超絶上品。むしろ上品。うめえ。うん。これ目分量でね、醤油とね塩ね、当時の人もやってるはずなんですよ。うん。だからね、パンパンでいいね。味見さんが適当にやってください。うん。あったけえ。完全勝利。このかまどがそうさせたのでしょうか。うちの地元の本マグロがそうさせたのでしょうか。飯ごうと当時のレシピがそうさせたのでしょう。うん。めちゃくちゃうまい。普通にこれでいろいろ具足しても、これでこう超上品な鍋ができる。ねぎま鍋、皆さんご存知でしたかね。マグロとネギでねぎま鍋、醤油と塩だけでね、十分うまかった。ちょっと現代ではもし心配な方は本だし入れるとか、なんかちょっとだし入れてもいいと思います。ただ全然これでもすごい上品な、鍋になりました。飯盒でもね、超やっぱ吊るせるしめっちゃ便利です。ということで、また何かありましたら紹介させていただきます。めちゃくちゃうまかった。本日はこれまで。それじゃまた。ありがとうございました。いやー、素晴らしい。素晴らしい。めちゃくちゃうめえ。中もね、素晴らしきおきびになっております。